1964年にゼロ系が誕生してから30年余り、高度経済成長、バブル経済、国鉄民営化など、激動の時代を走り続けてきた新幹線。JR カゴは各々の線路事情に合わせた新幹線が生まれましたが、まだまだ発展途上。本当にあるべき新幹線の姿とは何か、を模索し続ける日が続きます。そして、1997年から2004年にかけて JR 各社はそれぞれ標準的な車両となる新幹線を生み出し、自分たちが持つ新幹線の形を確立させていきました。今回は20世紀末から21世紀初頭にかけて誕生した、500系から800系に至るまでの新幹線形式の歴史を取り上げます。JR 東海と JR 東日本がお互いに切磋琢磨する中、 JR 西日本も新幹線の開発に参入。その結果生まれた車両は速さと美しさを備えた究極の新幹線でした。そう、500系です。新幹線で初めて最高時速 300km を実現しました。高速性能は当時最速だった TGV に追いついただけでなく、営業駅間平均速度それをしのぐ記録を達成。世界一速い列車としてギネス世界記録を取り、名実ともに世界最速の鉄道車両になったのです。その高速性能は現行の N700系ですら追いついていないほどです。その300キロのインパクトもそうですが、速さを突き詰めた造形はまさに新幹線の貴公子。ドイツの工業デザイナーの巨匠、ノイマイスター氏によるデザインは見る者すべての目を奪いました。ちなみにノイマイスターさんはドイツ版未踏家英治みたいな人です。この500系、先頭部以外の特徴を挙げるとすると、円筒形の車体でしょう。これも、高速走行時における空気抵抗の減少の秘密。円形の車体は小スペースを実現するためにはうってつけの形でした。ちなみに断面積の減少はいわゆるトンネルドンや対向列車にかかる圧力変動を防ぐ狙いもあります。500系は見た目によらず他の新幹線にも優しい車両でもあったのです。そんな500系は1997年3月に山陽で先行デビュー。同年12月に東京乗り入れを果たし、以降 JR 西日本のフラッグシップとして東海、西日本の地を駆け巡りました。300系の反省から、営業走行前に徹底的に問題点を洗い出した結果、故障も少なく、安定した走りも実現。光、こだまの運用に就くことなどありえない、まさに望みのためだけに生まれた車両でした。しかし、500系の天下は長く続きませんでした。というのも、500系の登場から2年後により優れた快適性と効率性を持つ700系新幹線ができてしまい、開発に携わらなかった JR 東海が座席数が違くて運用しづらいから500系入れるのやめちくりー、とダダをこねたため、2010年、東海道から撤退。望みとしての役割も終えます。撤退後は意外と単編成化ができてしまったため、産業限定の小玉として再登場。8両編成ですが、かっこよさはそのままでした。単編成化の影響で時速は 285km まで抑えられてしまいましたが、のぞみ時代では狭かった2+3列シートが2+2のシートになる、車内に模擬運転台が設置されるなど、JR 東海の目がなくなり、JR 西日本がやりたい放題できる車両へと様変わりしました。その中でも V2 編成と呼ばれる車両は特別装飾列車に選ばれ、プラレールカー、エアンゲリオン新幹線、ハローキティ新幹線と圧倒的なコラボ適応能力を見せつけ、逆に人気度を爆上げしていきました。と、割と企業の思惑に翻弄されている500系ですが、2020年現在、最古参の形式として運用されているあたり、かなり優秀な形式であることは間違いありません。引退の話も聞かないので、山陽新幹線の顔として、これからも活躍し続けることが期待されます。JR 西日本の500系の強烈的なデビューの中、JR 東日本も3形式の車両を世に送り出します。この3形式はまさに JR 東日本の新幹線の3つの特色をそのまま体現しているとも言え、
フル規格で時速 275km で高速走行をし、一部は北陸新幹線の 50-60Hz の周波数切り替えと急勾配走行が可能な E2系、時速 275km の走行性能を備えながらミニ新幹線区間を走行できる E3系、オール2階建てで通勤客向けながらも連解決でどんな運用にも対応できる E4 系が登場しました。この3形式はいずれも1997年に登場。1997年はまさに新形式の登場ラッシュの年でした。E2 から4系の登場により、JR 東日本の新幹線は完全にアイデンティティが確立され以後、東京以北の新幹線の基準となっていきました。はじめ1997年3月に登場した E2、E3 系から、E2 系は300系、500系の技術を東北、上越、長野新幹線向けに応用した車両です。周波数切り替えと急勾配に対応している、以外の際立った特徴ははっきり言ってありません。反対に言えばその汎用性が究極の個性とも言える形式でフル規格の新幹線であればどんな路線も走行可能であること。さらに当時の最高速で走れるということ、そのあまりの使い勝手の良さから以降の JR 東日本新幹線のベースになった形式であり、やがては CRH2 型として中国大陸の土を踏むまでに至りました。そんな E2 系は主に3つのタイプが存在します。長野新幹線開業に合わせて投入された E2 系長野タイプと、秋田新幹線小町と並結する E2 系東北タイプです。はじめに紹介する E2 系長野タイプは1997年10月に開業した長野新幹線の走行に対応した編成です。長野タイプ独自の特徴として東、西日本の電力の周波数変換に対応できること、薄い峠の急勾配に対応できることが挙げられます。最高速そのものは時速 260km に抑えられましたが E2 系長野タイプは他の新幹線にない独特の性能を持っていました。対する E2 系東北タイプは秋田新幹線の E3 系小町と並結運転するやまびこ、両の車両です。先頭車に分割併合機を備え、盛岡まで小町と協調運転を行うことができます。もともと、長野タイプも東北タイプも長野、東北両方の線区で運用できるような構造をしていましたが、後々、東北タイプは8両編成から10両編成へ増備され以降、長野新幹線には乗り入れなくなった経緯があります。2002年8の変身からは新規に、早手、として運転も開始、新青森駅開業まで盛岡より北は E2 系の独壇場となり、東北新幹線の顔としてあり続けました。ある程度数が増えてきた1998年には上越新幹線に進出、仙台の200系よりも最高速は遅かったですが、優れた加速性能でそれよりも早い時間で東京新潟間を結べたそうです。そんな E2 系も E7 系に活躍の場を譲り2017年に北陸新幹線から撤退、東北新幹線での運用も限定的になり、現在の主な活躍の場は上越新幹線になっています。JR 東日本は上越新幹線の車両を2022年度末までに E7 系に統一したい考えですので、E2 系について記録しておきたい方はお早めに乗ったり取ったりしておくと良いでしょう。E2 系の登場と同じ日 JR 東日本の線区にもう一つ新しい形式が投入されました。それが E3 系です。E3 系は新規に開業した秋田新幹線の車両として設計されました。秋田新幹線もミニ新幹線の一つであり、在来線の線路を改良して新幹線車両も走れるようにした路線です。その特性上、E3 系の車体は在来線サイズに抑えられています。さながらミニバン E2 系といったところでしょう。この E3 系も大まかに2タイプに分けることができ、1つ目は秋田タイプ。秋田新幹線向けに作られた編成です。白とピンクの上品な車体が特徴的です。東京盛岡間は E2 系と並結。あとあと E5 系との並結を行いました。もう一つは山形タイプ。こちらは山形新幹線新庄延伸及び400系置き換えのために投入されたグループで、東京福島間を200系や E2 系、E4 系と並結運転をしました。また製造時期によってライトの形状が異なるのも E3 系山形グループの特徴です。
導入時は銀色に新緑ラインを施した疾走感のあるデザインで登場。後に白と紫を基調としたデザインに変更されました。こうして E3 系は東北、秋田、山形の各線に導入され、営業速度の高速化に貢献。E2 系と同じく、ミニ新幹線の標準的車両へと体制していきました。2013年になると後続の E6 系が登場。E3 系は秋田新幹線から撤退します。基本的には廃車になりましたが、比較的新しく状態が良い編成は山形新幹線に移ったほか、東北新幹線限定の車両として頑張り続けている編成もあります。秋田用 E3 系はそれぞれ自分なりの道を歩みますが、中には新庄福島限定でジョイフルトレインとなったり、上越新幹線で走る美術館になったりと、非常に個性豊かな面々が揃っていることも E3 系の大きな特色であると言えるでしょう。2020年現在、秋田新幹線運用はなく、小町塗装もそう遠くないうちに撤退することが予想されます。一方、山形新幹線ではしばらく安泰と見られますが、2024年に新型車両 E8 系が投入されることが決定しており、動向は注意深く追っておいた方がいいでしょう。 E2 系、E3 系に遅れること9ヶ月 JR 東日本は新たなオール2階建て車両を登場させます。それが E4 系です。 E4 系は車体が軽量化できるアルミ車体、1編成8両で構成される新幹線車両で、編成の両端に連結器を備えています。これが何を意味するかというと、 E4 系同士の連結により16両編成としての走行が可能。2両並結時の乗客定員数は1634人。これは一つの高速列車が持てる世界最大の定員数であり、未だ破られていません。1編成であれば817人。これは E2 系10両編成の定員数とほぼ同数です。車内設備は E1 系とほぼ同じですが、各号車にワゴン用エレベーターが備えられ、仙台ではできなかったワゴン車販売も E4 系で難なく行えるようになりました。そんな E4 系は同形式同士の連結はもちろんのこと、400系や E3 系との増結も可能で、東北、山形新幹線における効率的な運用を可能にしました。通勤通学から出張需要、そしてレジャーまで、その巨体に見合わない柔軟な運用を東北、上越新幹線にもたらしました。極め付きは特別な改造を施され、急勾配、周波数変換に対応。幕屋様として長野新幹線の軽井沢駅まで運用されたこともあります。そんな便利屋な E4 系でしたが、最高速度が時速 240km と同世代の新幹線より遅いことから、2012年に東北新幹線から撤退。さらに時代の流れから JR 東日本の新幹線の運用方針が、一つの列車で大量に乗客を運ぶから、速い列車を何本も走らせて大量に乗客を運ぶに転換。2階建て大量輸送の時代は終わりを告げ、それに伴い上越新幹線からも2020年中に引退すると決まっていました。しかし、台風による水害で E7 系が大量に廃車されてしまうことになり、そのピンチヒッターとして運行継続が決定。あと1年は安泰のようです。 E4 系をもって2階建て車両の時代は終焉を迎えますが、 JR 東日本の新幹線を支えた影の力持ちとして永遠に語り継がれることでしょう。さて、JR 東日本が自らの新幹線のスタイルを確立させてから2年、JR 東海、西日本も共同で開発を行うことで、お互いの線路事情に合った新幹線を作り出しました。それが700系です。700系はちょうど300系と500系を足して2で割ったような車両で、300系の思想を踏襲しながらも、快適性とコストパフォーマンスを大幅に向上。先頭形状は、カモの端と呼ばれる独特の形状で、500系より短いノーズで空気抵抗と騒音を減らすことに成功。300系と共通の座席数と配置にすることで、実用性も大幅アップしています。700系はこの16両東海道向け車両の他にも、光レールスターと呼ばれる3両限定の8両編成の車両もあります。
車内には個室の他に多数の座席配置の指定席や車内放送の流れないサイレンスカーなどもあり、500系とはまた違った個性を持つ車両でした。高い汎用性を持った20世紀最後の傑作新幹線と言えるでしょう。しかし、安定性を重視しすぎたため最高時速は500系よりダウンの時速285km。さらにその戦闘形状が微妙と評価が低く、後の台湾への輸出時も顔が気に入らない、とデザインの変更につながってしまうことになりました。この動画の参考文献にも設計思想には最初から疑問があり、生まれながらにしてやや影が薄い、とあんまりすぎる感想が載せられています。しかし、700系は後の800系のベースとなりやがては台湾の地を 700T 型として踏み日本では叶わなかった時速 300km 走行を実現。そして、N700 系としてその設計思想は完成することとなります。現在は東海道新幹線を引退し、光レールスター用8両編成が小玉として山陽新幹線の発展を見守っています。21世紀を前に E2 系と700系をもって新幹線技術は安定期に入りました。以降この2形式を根っこに新幹線は発展していくことになります。2004年、新たに九州新幹線が部分開業。運行を担当する JR 九州は車両の開発を行いますが新幹線については全くの素人。JR 東海と JR 西日本から新幹線の運行、整備、開発などの技術を教わることになります。その結果生まれた車両が800系です。800系はズバリ700系の九州対応版そのものであり、急勾配に対応できる以外はほとんど車両性能が同一です。速度は法律の関係上、時速 260km に抑えられています。そこで700系との差別化を図るため鉄道デザインの革命時、水戸岡鋭治氏に800系のデザインを委託、700系開発時に没になった戦闘デザインを元に全く新しい顔が与えられました。外観、内装ともに水戸岡氏と JR 九州の意向が取り入れられ車内放送の音楽は向谷実氏が担当、木材が内装に多用されており、車両によっては金箔や九州の伝統工芸品が用いられるなど、新幹線のインテリアデザインの極致とも言える存在になりました。システム上山陽新幹線内の走行は可能ですが、最高速度が時速 260km と遅いため、営業運転での山陽乗り入れは実現していません。そのため、2011年の全線開業、山陽直通後も九州新幹線限定で運用されています。熊本地震による脱線事故で1編成が廃車になってしまいましたがそれ以外は大きな動きもなく、九州新幹線の顔として九州の大地を走り続けています。さて、500系から800系に至る新幹線系列の歴史を見てきました。この時代は各社ごとに独自の形式を開発し、いかに速く走らせるかに重点が置かれた時代でした。一方で高速化の目処もほぼついてきた、とも言えます。特に JR 東海における700系の存在は大きく、この形式をもとに設計された N700 系は東海道新幹線車両の完成形となりました。JR 東日本も時速 360km で走行するという目標は2020年現在でも掲げていますが、上越、北陸の両線では高速化の需要はほぼ頭打ちになっており、東北、北海道新幹線での360km運転実現をもって新幹線高速化の歴史は幕を閉じることになるでしょう。リニアの時代が幕を開けるのです。しかし、新幹線はただ速いだけではありません。時速 360km の速さの中いかに安全に、快適に乗客を運ぶか、2016年についに北海道の地に到達し、札幌延伸が迫る中、東北より厳しい極寒の地をいかに快適に過ごせるかも勝負となっています。また、近年ではインドやアメリカなどの海外への売り込みも成功し始めており、欧州はもちろん、猛追を続ける中国との熾烈な展開競争にどうしたら勝てるか、そうした意味では新幹線技術の歴史はまた別の次元に突入し始めた、とも言えるでしょう。それでは次回は最終回 N700 系から最新の N700S、E8 系まで取り上げる、新幹線系列紹介完成編をお送りします。